やら私たちの間にある差は以前ほど大きくはないようです。しかしそれでも互角な戦いとは言えません。はい、これでいいのね。ようやくわかったよ。無理をして全てを愛する必要はないって。私はただ愛したいものを作り、それ以外のものを壊せばいい。その方がずっと簡単でしょ。しないよ。さよなら。ふわ。それだけですか。自分にできることを知りたいです、はあ、あんたは一生分の時間でそれを考えられるから焦る必要はないわ。ですがこれが最後のチャンスです。答えを教えてください。もう終わったよ、ふわ。ここにいて。ゆっくりと死の訪れを感じて。次は。いいえ、まだ終わっていません。侵食の律者。確かに。私は自分に何ができるか分かりませんし、何のために戦っているかも分かりません。しかし進みながら見ていきましょう。恐れるべからず。戻った暁には僕たちは過ぎ去った昨日へと帰れる。侵食の律者の内部がこんなものだったとは。何の存在も感知できないのか。侵食を受けた後も自我を保てること以外に、精神感知型の融合戦士である僕に何か特別なところはないのだろうか。まあいい。ケビンさえ見つけられれば僕の能力はどうだっていいんだ。急ごう。謎の三つの答えをここで全て明らかにしよう。キレ、僕たちは敵ではない。侵食の律者のデータはこれほど雑然としているのか。この中からケビンを探すのは海に落とした針を探すに等しいが。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。好きなだけ選んで。
偽物があったら値段の10倍を返金するけど、返品は不可だよ。この声、やはりまさか。おや、そちらの旦那は見たことがない顔だね。初めて来たのかな。ちょうど仕入れをしたばかりなんだ。ほら、この辺りは安全じゃないから、ご親友に何か持っていた方が安心だよ。ほら、これとか。あ、なんでもない。必要があったらいつでも声をかけて。パルドン、スーだ。そうだったんだ。それでスーダの旦那は何が欲しいのかな。なるほど。完全に侵食された記憶体が行き着く先は、侵食の律者が編み出した名夢だったんだね。こんな場所に送られた彼女は今も夢の中にいるのだろうか。もしかしたらケビンも。いや、ありえない。しかし元凶の中だというのに、この年ではすでに崩壊が猛威を振るっている。パルドにとってはそれでももう十分なんだろうか。とにかく今はケビンを探そう。彼女が本物のパルドならきっと夢の中でも人並み以上の才能を見せてくれるだろう。君にある人のことを聞きたい。ふむ、何でも言って。商売するときは好き嫌いなんてしないからね。人でも物でも何でも問題なし。名はケビン、年は僕と同じだ。髪色は白、見た目は少し冷たく感じる。ふむ。え、それって王子様のこと？彼のことを知らない人がいたんだ。楽勝だよ。でも旦那も知ってると思うけど、この辺りの崩壊はとても危険だ。だから費用に関しては。個人からもらったものだ。高い値がつくだろう。案内を頼む。なんだか申し訳ないな。じゃあ早速出発しようか。旦那、身の安全に関しては料金に含まれてないから気をつけてついてきてね。これはすごいだろう。これは私が苦労してやっと手に入れた最新技術なんだ。すごそうな名前も持ってるんだよ。旋回なんだったかな。神の鍵もここにあるのか。しかしまさかこんな使い方をされるとは。実に。ここに来たばかりの頃、すぐにこういうネットワークを作ったんだ。ほら、隠れ家は多い方が安心だろ。まさかこれのおかげで商売がうまくいくとは思わなかったよ。本当に金運に恵まれてるってやつだね。ケビン、来たのか。スー、ケビン、もしかしたらパルドのようになった方が彼にとっては良かったのかもしれない。案内は済んだし、その先に失礼するよ。待ってくれ、パルド。
行かせてやれ。僕たちがこれからしようとしていることはもともと彼女とは無関係だ。そうではないかもしれないよケビン。今までの観測中にパルドのデータも一度は消えたんだ。しかし彼女は今侵食を受けた君と同じ場所にいる。おそらくそれもビルビーの計画の一部なんだろう。計画はどこまで進んだ？君にとっての最後の一歩はすぐそこまで来ている。ビルビーは君にどれだけ教えたんだい？僕は精神感知型ではない。だが彼女の話によると侵食を受けたとしても一時的に自我を維持することができる。だからいざという時に僕は内部から全力の一撃を放ち、外の決戦のためにチャンスを作ってほしいと言われた。それだけなのかい？その通りだ。それも嘘ではないが、まだ十分ではない。事実、彼女は僕に答えが三つある謎を残した。そのうちの二つは解き明かしたが、最後の一つは、彼女は最も安全な場所をヒントにした。侵食を受けた僕が、ここ、最も危険な場所に来て、君の全力の一撃に協力できるようにね。その必要はあるのか？ああ。君は長く侵食を受けているからね。自我の維持ができるとはいえ、たとえ全てのデータを使い果たしても、圧倒的な一撃を放つには足りないだろう。だからこそ、君は僕の全てを代わりに、いや、僕を使い力を補完する必要がある。その後、君と僕は、どうなる？共に消え、なくなる。わかった。僕を止めるつもりはないんだね。君が僕の親友でなければ止めただろう。だが、それが僕たちに必要な手段だと、君がそう思っているのなら、信じて当然だ。ありがとう。タイミングはもう来たのか？もうすぐだよ。メビウスが僕たちに隙を作ってくれる。その時、侵食の律者の力は僕たちが撃破できる程度まで衰えるはずだ。なら今僕たちは何をすべきだろうか？待つことだ。上空士？ああ、それもそうか。君はこの元凶の主だからね。ただ知らなかった。まさか君の最も見たい景色が。いや、ここの景色は変わり続けている。でもそれは全て僕の過去だ。僕にできるのは待つことだけだ。だからここで時間潰しをしても別に構わない。そう。どうだった？いくつかの可能性を考えてみた。絶対に不可能なことを考えてみても何の意味もないが。可能性。そうだね。もしこの世界に崩壊がなければ、今日僕たちが振り返る過去は、どんなものになっていただろう。僕たちはとうに、その質問について話し合っただろう。別の形で。別の形？覚えてくれていたんだ。ああ、す。一人の運命は、その性格にある。つまり、スーの考えは変わってないんだな。一緒。それが君の目標？
またかケビン。昔から君はいつもこうだ。僕の理想を一通りからかわないと気が済まないのかい？そんなことないよ。医学は君に向いてると言っただろ。ただ君の器を考えると少し役不足じゃないのか？しばらく会っていない間に君はますます調子のいい人になったね。医療活動は君が考えるように簡単じゃない。ましてや何？いや、君にもう一度笑われたくないし。それじゃあつまらないだろう。今日は君に僕の理想を語るつもりだったのに。教えてくれ。僕たちの仲だろ。遠慮するなって。なんとなくだけど、僕が目指しているのはただ患者を治すだけの医者じゃない。僕は世界の病気も治そうとする医者になりたいんだ。うん。え？説明するのは難しい。僕自身もどうすればいいか分かっていないからね。それより君の話をしよう。理想とかは特にないと君は言っていただろう。今は違うよスー。言ったら君はびっくりするかもしれない。僕はヒーローになるって決めたんだ。どうしたんだ？そのどうしてそう思ったかはさておき、君ヒーローが何を意味するのかちゃんと分かっているのかい？もちろんさ。ヒーローとは現れた困難を解決し襲ってくる苦しみを担う者。それ以外にヒーローになる方法はない。ヒーローは自発的になるものではなく予想外の結果なんだ。確かにヒーローは目標ではない。一つの行動、そしてその結果だ。メイは他に何か言ってたかい？ああ、彼女は、君。そもそもそれが君自身の考えだとは思えないよケビン。僕だって何だったかな、悟りを開いたりするよスー。君は一体どうしたんだ？今まではメイの話をするときにそんな態度をとっていなかったじゃないか。あの頃の君はまだメイの影になっていなかったからね。君まさか少しも気づいていないのかい？え？それの何が悪いのかな？メイは天才だよ。彼女に教えを請うのは正しいやり方じゃないのか？たまに思うんだ。誰かが先頭に立つならそれはメイであってほしい。少なくとも僕一人で手探りで進むよりはメイについていく方がずっと安心できる。だが君が彼女についていくことを選んでしまえばもう二度と彼女と肩を並べられなくなる。その時君はきっと苦しむだろう。じゃあ君は彼女にどう答えたんだい？それは実は頬を赤くする彼女が見たくてわざとこう言ったんだ。君一人のヒーローになりたいって。でも彼女はとても不思議な返答をくれてね。こう言われたんだ。誰かのヒーローになれたならきっとみんなのヒーローにもなれるつ。これってどういう意味だと思う？そうだね、一人の運命はその性格にある。だからこそ人の運命はもしかしたら一つだけなのかもしれない。たとえ崩壊がなくても他の出来事が起こり僕たちを今日の立場へと至らしめるだろう。ケビン、ずっと疑問に思っていたことがある。君が答えをくれるといいんだが、メイが言い出した世界の本質に関する推測はもう証明されたのだろうか？ああ。道理で
つまり世の中の出来事はすでに決められた演目に過ぎないのかい。一部の信者が考えたように僕たちが経験してきたことは全てさらに高い場所に行き人類としての子供時代を終わらせる資格を確認するためだと。いや、僕はそうは思わない。僕が経験したことは僕の全てであり何かを成し遂げるための代価ではない。だから僕はその一部を決して否定しない。たとえそれが失敗でも苦痛でも。耐えることのない痛みだとしても。耐えることのない痛みだとしてもだ。僕がそれらを避けたらメイを、君を、それから彼女が僕たちとこの世界にもたらした全てを否定することになる。エリシア、確かに僕たちはそのためにここにやってきた。メイの言った通りだ。みんなのヒーローになるより誰かを助ける方がずっと難しい。だが少なくとも僕たちはそういうチャンスをもう一度手にした。じゃあ今度こそ結末は変わるだろうか。相手はあのエリシアだ。おそらく変わらないだろう。だが少なくとも僕たちはあの時のように悔恨を感じずに済む。そうだろう。あれが彼女のダンスパーティーなら今回主役には最後に登場してもらおう。僕も同じことを考えていた。それで僕たちのタイミングはまだなのか。もう少し待とうケビン。何度繰り返されても一人の選択は何も変わらない。僕たちはすでにそれを証明した。ビルビーの計画が全てそれに基づいているのならその最後の一部ももうすぐ動き出すはずだよ。最後の一部？お客さん、言ってることがよくわからないんだけど。ああ、わかった。最後まで取っておいた品物のことでしょう。そうだよね。待ってて、すぐに持ってくるよ。もういいよ、パルド。もうとぼけないでいいから。君の自我を維持するために私はバックドアとしてここに存在しているんだ。それはちゃんと機能してる。そうでしょ。お客さん、バックドアなんかないよ。私は人を騙すような商売はしないからね。じゃあバルド、一つ質問に答えてもらえないかな。ここにいる君がヒオオウガに関する記憶を持っていないなら、初対面のスーが自分の名前を呼んだ時、どうして君は違和感を覚えなかったのかな。え？ほら、商売だから言えない話もあるんだよ。お客さん、他に何か用は？ないなら私他の場所で仕入れをしないといけないんだけど。もちろんある。君にガイドをお願いしたいんだ。案内してもらうのはかなり特殊な客なんだけど。特殊？うん、人じゃなくてケビンの攻撃なんだ。破壊力は本物だけど、ただそのまま放ってもどうでもいいデータを壊すだけで鍵となる点は壊せない。今は君だけが成し遂げられるんだ。外部への通路を開き、彼の一撃が鍵となる場所で効果を発揮できるよう導いてほしい。お客さん、言ってることが全然わからないよ。そうだ、他の人に頼んでみたらどうかな。私はお先に失礼するよ。わかった、じゃあ。うん。え？バルド、言ったはずだよ。
君の自我を維持するためだけにこのバックドアは存在してるんだ。君に無理強いする力を私は持ってないんだよ。ほら、ここに教会なんかないでしょ。君はどんな時よりも自由だよ。君のすべきことをしなくていい。君のしたいことをしてみて。変なやつ。時間の無駄だった。最初から相手にしなければよかった。それにさ、私ちゃんとスーの兄ちゃんに協力してケビンの旦那を見つけたんだよ。まったく、どうして生きるか死ぬかの瀬戸際に立たないといけないの。幻覚の中で生きたっていいんじゃないの。私たちはそもそもデータだよ。でも、ここの全ては完璧でずっと求めてきた生活なのに、どうして私は悔しく感じてしまうの。わかった、わかったよ。私だけが成し遂げられるなら今回だけ、最後の一回だけだから。ケビンの旦那、急ぎすぎないでよね。よし、これで問題ないかな。ああ、早く逃げないと。ケビンの旦那の攻撃は余波だけでも私にとっては命取りになるから。お？規模が大きすぎて維持できないのかな。知らない、そんなの知らないもん。私が欲しいと思ってきた生活はこんなに些細なものなのに。日向ぼっこして昼寝してそれだけなのに。そんな生活のために何度も何度も命を懸けないといけないの。ビルビーの姉ちゃん、最初からこうなるって分かってたのかな。ダメ、絶対にダメだよ。私死ぬのが一番怖いもん。ヒーローのことはヒーローに任せればいいじゃない。私はただの凡人なのに。現実にいる私もきっと同じ判断をしたんだよね。月に行って終焉と戦うなんてどう考えても弱い私の番じゃないよ。それに私は逃げるのが一番得意なんだよ。あんな場所で死ぬわけない。そう、きっとそうだよ。現実にいる私はきっとまだ生きてて、今どこかで日向ぼっこしてるに決まってる。それなら私どうしてこんな場所で死ななきゃいけないの。商売をしない主義なんだから、絶対に帰ってきてよね。分かってる、
も私は選ばれてないし、その一員になってなかった。みんなと同じ場所にいるはずもなかった。だからエリの姉ちゃん、少なくともあの時決意してくれたエリの姉ちゃんを後悔させたくない。できるかどうかはわからないけど、最善を尽くすよ。戻ってきたら絶対に私を褒めて。きっと苦しいだろうな。大丈夫、自分で自分を脅かしてどうする。無事かもしれないし、私はいつも運に恵まれてるから。私はパルドフェリス、私は 13英傑の一員。なるほど、何があっても僕たちは疑うべきではない。では行こう。僕たちの過去に最後の駒を置く時が来た。この一撃を放った後は勝利を手に入れられるかどうかに関わらず、君自身の存在は消えてしまう。何か言いたいことはないのかい？少なくとも今回は君が僕より先に行くことはない。がっかりさせるかもしれないが、間違いなく僕は君より少し早く消えるよ。だがほんの少しだけだ。もしいつかこうやって私に対してトリガーを引くことで大多数の人々を助けられるのなら、ケビン、あなたはどうするの？人類の未来も囚人の理想も関係ない。今回僕は自分の命を銃口に押し込める。たった一人を救うために。一回きりのチャンスだケビン。僕が君の剣になろう。天下いでよ。ケビン、彼は成し遂げたのですね。彼女の力が無視できないほど減っています。その体内にある何かが消えました。あなたたち一人また一人と、どうしてもこうしないと気が済まないの？命を大事にするってあなたたちにとってそれほど難しいことなの？それは必要があるかどうか次第じゃないでしょうか。なら、フワ、あなたはちゃんと考えたの？あなたも彼らと同じことをするつもり？どうしてそうしてるかもわからないのに。命の意味を知っている者だけがその重さを担うことができる。私はそういう人間じゃありません。ですが世の中の大半の人たちも同じです。彼らが理由がない状況でそれを担ってきたなら、私も
特例になる必要はありません。いいよフワ、私も決めたよ。これからあなたに私の全力を見せてあげるけど、もうあなたを死なせるつもりはない。生かして、あなたを生かし、永遠に死なせない。長い一生を送らせた後にその口で認めてもらう。自分のかつての仲間たちはどれほど愚かだったか。どうしたのフワ。これは仲間たちが犠牲になってあなたに作ってくれたチャンスだよ。どうして掴もうとしないの。力がなくなるわ。時は来た、今です。では第八の神の鍵、都政の羽、最後にもう一度力になってください。やっぱりできないんだねフワ。また説教するつもり。興味があるよ。もう分かったはずだよフワ。全てを変えるために犠牲だけじゃ何の役にも立たないようだと。生きる方がマシだよ。それでこそチャンスがあるからね。数千年、数万年後の私はあなたにわざと倒されて復讐を遂げさせてあげるかもしれないよ。あなたの正しさを私に認めさせるのが目的なら、これ以上話さなくて結構です。私たちの間に正語はありませんし、そもそも最初から相手を説得できる可能性も皆無です。同じ弱者であること以外、私たちは全く異なる道を歩いています。同じ弱者。うわ、自分のことをそんな風に言わないで。ここまで頑張ってきたから、あなたはとても偉いよ。それこそ私たちが相手を説得できない理由です。この類の感情はあなたには理解できません。同じ弱者であるあなたは自分を強くすることを選びました。しかし人類は他の弱者たちと協力することを選んだのです。犠牲はそのための一つの手段に過ぎず、特殊なところなど何もありません。つまりフワはその二つの生き方のどちらが正しいかを比較したかったの？比較する必要はありません。この二者は本質的に違いますから。あなたは生きることを選びました。しかし人類は文明を選びます。私はただあなたの質問に答えたかっただけです。それが人類の選択なら。うわ、あなた。私の選択ももちろん同じです。都政の羽、最後にもう一度力になって。そうしたら何ができるのか私にも分かるはず。第一定格出力、私にもう一度束縛を振り切らせて。あなた、ずっとそうしたかったの？コズマとグレイシュからヒントを得たんです。都政の羽の第一定格出力は、引き換えに記憶を燃やさなければ使用できません。ただ、記憶によって構成された空間の中では、己の全部を燃やすことになります。もちろん、成功するという自信はありません。けどあなたも知ってるはずだよ。私を
完全に消滅させることはできない。あなたが決意し全力を尽くしても最終的に消した障害はたった一つだけ、あなた自身だけだよ。確かにそうですね。ですが侵食の律者、今あなたも気づいてるはずでしょう。あなたはもうエリシアの姿を維持できなくなっています。侵食の律者、それが私たちの目的です。何、あなたたち一体何をしたというの。あなたの言うように勝利への唯一の障害である私たち自身を排除しました。666の支配権を手に入れるためにあなたは自分自身がエリシアになると決めたでしょう。しかしエリシアを侵食しなかったという前提でそれを成し遂げるには方法は一つだけ、他の英傑の記憶を獲得し続け編み出すことです。最初から知ってたの。だからあの時グレイシとコズマは自分たちのことを抹消したんだね。私の力が増すことを心配したのではなく。ええ、これ以上あなたがエリシアに近づけないようにするためです。そして今のようにすでに侵食を受けた英傑も何らかの形で己のデータを燃やしました。なのであなたはむしろ彼女から遠ざかっていくはずです。理解できない。そんな理由であなたたちは自分の人生の全部を捨てるの。もし私が彼女になることができずエリシアをこの世に復活させられないのなら、じゃあ雷の律者はどうしてそれができるの。あのプログラムが起動しない限り私は勝利を手に入れられる。私はそもそも計画者ではありませんので十分な自信があるわけではありません。それでも私は彼女を信じます。なぜならあなたと違って彼女が持っているのはデータだけではなく記憶もですから。今あなたは外への道、メイさんを阻止する機会、それからプログラムを奪う手段を全部失いました。ですがエリシアがメイさんに与えた変化、残した痕跡、それこそ彼女があなたに勝つために必要な鍵です。私に勝つ。それはどうかな。ふわ、あまりシンプルに考えすぎない方がいいと思うよ。私は一度できたんだから、二度目だって造作もない。死ぬなんて許さない。あなたには生きて私の勝利を見届けてもらうよ。それから私たちには生後の違いがあるって認めてもらう。もう遅いですよ。過去から見れば確かに私たちは敗者です。しかし未来から見て侵食の律者、私たちを開拓者にする戦いは今から始まるのです。